こんにちは。今日は並行キャッシュライブラリーの開発で得られた知見という内容で発表させていただきます。よろしくお願いします。まずは自己紹介。河野達也と言います。ネットでは達也6502というハンドル名を使っています。フリーランスのソフトウェアエンジニアで、現在はフェアリーデバイスで Rust を使った Web サービスの開発に携わっています。ちなみにフェアリーデバイスはラスト東京のスポンサーということで、会場にブースがあるそうです。いつもは現場で働いているエンジニアたちがいて、ウェアラブルデバイスのデモとかするようですので、もし会場にいらっしゃったら、興味があればぜひ覗いてみてください。自分の話に戻って、私は去年まではシリコンバレーベースの会社にフルリモートで参加して、分散ストレージの開発をしてました。R1 とか書いてました。東京出身、25年ほど前ですが、20代の終わりに仕事を一旦辞めて、ニューヨークの大学に通いました。グラフィックデザインを専攻して、卒業後は現地企業で3年ほどウェブデザインをしていました。現在は家族とともに中国・上海に住んでます。フェアリーの仕事もフルリモートでやっています。著書が2冊ありまして、いずれも共著なんですけど、2019年にラストの本、12年に NoSQL の本を出しています。本日の発表内容です。キャッシュの基本について説明して、その後並行プログラミング関係の話、最後に開発で遭遇した課題についてお話しします。まずキャッシュとは何かという話なんですが、これは低速のメディアから取得したデータの一部を高速のメディアに保存しておくため、そうすることで性能を上げるための仕組みになります。いろいろな種類がありますが、多分 Rust とか、アプリケーションの開発をしている方の場合は、アプリ内のインメモリーキャッシュとか、Redis のような共有キャッシングサーバーなどが馴染みが深いのかなと思います。私が作っていて今日紹介するモカキャッシュは、インメモリーキャッシュの一種になります。これは容量制限付きのハッシュマップのようなものだと思ってください。ウェブサービスの例をちょっとお見せします。指定された GitHub リポジトリのスタッツを取得する、ようなサービスです。真ん中にアクサムベースのウェブアプリケーションがあってですね、左側にある、クライアントの方から、リポジトリ名を指定されると、それを右にある GitHub API の方に投げて、戻ってきた結果を返すということをします。こんな感じで、構造体定義して、ユーザーから来る GitHub リポ情報、それから、GitHub から来るスター情報で、ゲットスターズというところで、オクトクラブというクレートを使って、リポジトリの情報を取得。右上のスターズ、これはアクサムのリクエストハンドラーなんですが、そこで、ゲットスターズを呼び出すようになってます。手元で実行してみたところですね、約0.9秒かかりました。デュレーションマイクロスというところにマイクロ秒で、情報が入ってます。これをですね、モカを使って、キャッシュしてみましょう。リポジトリ名をキーにして、過去 GitHub から返ってきた結果をメモリー上に置いておくと。そうすることで、クライアントから同じリポジトリに対する要求が来たときに GitHub に聞かないで、すぐに返せるというふうになります。で、ここで、Moca の、紹介なんですけど、これはですね、Java にですね、キャフェインキャッシュという有名なライブラリーがあって、そちらの設計を参考にしてます。作者さん公認で、いろいろアドバイスとかを私直接もらったりとかもしてるんですけど、そんな感じです。過去90日間ダウンロード回数は84万回以上ということで、ちょっと比較してみたら、アクサムのダウンロード数の大体7分の1なので、だいぶ使われてきてるなというふうに感じてます。クレーツ IO やセントリー IO のバックエンドサービスでも使用されていて、高負荷なサービスを支えています。一番下のところ、名前の由来、これはモカポットというイタリアで発明されたコーヒーメーカーの名前から取ってます。蒸気の圧力を使ってですね、エスプレッソ風のコーヒーが、家庭で手軽に作れるという器具です。キャフェインということで、キャフェインから来てるということで、コーヒー関係の名前にしてます。で、それを使っていくんですけど、
僕はね、フューチャー対応版とそうじゃないけど、シンクに対応してる、その、マルチスレッドに対応してるキャッシュというのがあって、どちらもロックとかなしで、使えるんですけど、こんな感じで、直接、アップステートという構造体に、キャッシュを持たせてます。114から115のところが初期化なんですけど、マックスキャパシティというので、キャッシュのその中に入れるエントリーの数の上限を指定したり、タイムトゥーリブということで、キャッシュに格納したデータがですね、の期限を設定するようなことができます。まあ、どちらも、キャパシティを超えたり、期限が過ぎたらですね、キャッシュが自動的に、古いデータを選択して捨ててくれるということをしています。使うところなんですけど、44行目、エントリーバイレフでキーを渡すと、そのキーに対応したエントリーがすでにキャッシュにある場合は、それが返されて、そうでない場合は45行目に進んで、or try insert with っていうところで、ここで書かれている async ブロックの内容が実行されて、GitHub から得たデータを自動的にキャッシュに挿入するような動きをします。まあ、こんな感じで簡単に使えるんですけど、これで実行してみたところ、20マイクロ秒で終わったということで、元より4万倍くらい速く動くようになりました。で、こちらはですね、ベンチマーク結果で、Mocha のリポジトリのウィキに貼ってある情報なんですけど、これはスピードじゃなくて、そのキャッシュのヒット率ですね。というのは、キャッシュの性能を測るのにヒット率って、まあ多分一番重要な指標になってて、なぜかというと、こう、キャッシュがミスすると、そのミスのペナルティ、そのミスの時にかかる時間、さっき4万倍速くなったって言った、その4万倍遅くなるわけで、まあ、ミスが増えれば増えるほどですね、アプリケーションの動作が遅くなるということで、ヒット率が高い方が、優秀なキャッシュということが言えます。で、そのヒット率、じゃあ高い低いがどうやって決まるかというと、そのキャッシュポリシーって言ってるんですけど、そのキャッシュが容量がいっぱいになった時にですね、どのエントリーをキャッシュから削除、まあ一番使われなさそうなものを、まあ見つけてですね、削除するんですけど、それのアルゴリズムが、ポリシーが何かっていうので決まってきます。で、これはキャフェインシミュレーターというキャフェインプロジェクトの中にある Java で書かれた、ツール、まあ、そこからラストの Mocha のコードを呼び出せるように私の方で作っこうドライバーを追加してですね、Mocha で測定してみた結果になって、入れてるデータはですね、オープンで公開されてるキャッシュトレースデータといって、まあ、本番の検索エンジンのディスクのアクセスパターンを、記録したファイルになります。なので、まあ、本番さながらの、そのリアルな、テストになってます。で、この緑色の線なんですけど、これは理論上の上限値ということで、まあ、この上限に、近い、ヒット率を出せるキャッシュっていうのが、まあ、優秀ということになります。Mocha は TinyLFU というポリシーを使ってるんですけど、このブルーのラインですね、まあ、かなり高いところに行ってます。で、もう一つ赤いライン、LRU というのは、これは多くのキャッシュで採用されてる、ポリシーで、まあ、一番昔に使われたデータを削除するっていうふうな、ポリシーになってます。まあ、その、ヒット率、結構 LRU と開きがあるので、まあ、キャッシュを選ぶときっていうのは、こういうヒット率、どういうポリシー使われてるかっていうのは見た方が絶対にいいと思います。ちょっと次のやつは詳しい説明はできないんですけど、時間の都合でできないんですが、どうなってるかっていうと、その LRU の、を実現するデータ構造の前に、LFU フィルターというのを、置いています。まあ、それを使ってですね、これはこう、キャッシュのエントリーというか、キーがですね、どのくらい人気があるか、どのくらいアクセスされたかっていうのを、ちょっと長めの時間にわたって追跡するようなデータ構造になっていて、それを使ってですね、使用頻度の低いエントリーの入場を拒否することで、キャッシュの中にこうある、まあ、重要なデータが追い出されないようにするような仕組みを、Mocha の方では使っています。じゃあ次は並行プログラミングとパフォーマンスの話です。
まあ、モカではない、その並行キャッシュ、そのマルチスレッドに対応してるデータ構造みたいなのを作ってると、このロックコンテンションズっていうのをどう軽減するかっていうのが結構重要になってきます。まあ、ひょっとするとアプリでも使える、テクニックだと思うんですけど、まあ、このロック競合というのが起こると、スレッドの稼働率が下がってパフォーマンス低下が、なると。まあ、どういうことかというと、T1、T2、T3 っていう3つのスレッドがあって、下に共有リソース R っていうのがあって、そのリソースをですね、ロックをですね、今取り合ってるような状態。まあ、一つだけがロックを取れて、取れなかった T2、T3 は何もできずに、こう、ロックが取れるまでずっと動きが止まってしまう。まあ、こういう競合が増えれば増えるほどですね、そのスレッドをたくさん用意したはずなのに、1個しか実は動いてないじゃないか、なんてことが起こったりします。で、モカではどう対応しているかというと、各スレッドがリソースに直接変更を適用するんじゃなくて、一回間にですね、チャンネルを置いてですね、そこにですね、とりあえずデータを入れておくと。で、ある程度溜まったらですね、誰かが代表して、一括して適用するというようなことをしています。まあ、こうすることでですね、この図にもあるように、この R のロックを取得するのが、T3、まあ、みんなを代表して、適用するみたいなもの、一つだけになるので、競合っていうのが起きなくなって、どのスレッドも、まあ、最高のパフォーマンスで動くことができるようになります。で、あとですね、ロックフリーデータ構造、アルゴリズムっていうのがあって、モカの中ではこれも使ってます。まあ、これはちょっと自作するのはかなり大変なものなんで、もし使いたかったら、その、クレーツ IO とかに、あるものを使うような感じになるんですが、まあ、あんまりないですね。で、その、ロックフリーっていうのは従来のミューテックスみたいなハイタロック、それを用いずにですね、処理を行うもので、まあ、CPU がサポートする特別な命令をですね、駆使して、コンペア&サップなんていう処理をですね、使って、データ更新を行うような仕組みになっています。モカではですね、内部の並行ハッシュテーブル、まあ、これ独自に実装したものを使っていて、そこでロックフリー構造が採用されています。その並行ハッシュテーブル、CHT って言うんですけど、それと、あとチャンネルのところはロックフリーなものを使っている。そうすることで、まあ、ユーザーコードの方からですね、キャッシュにアクセスしたときに、レイテンシーを低く抑える可能。ことができるようになってます。で、それ以外のデータ構造、さっきの LFU フィルターとか、そういうのもこう、キャッシュにリードが、ゲットがあるたびにいちいち更新しなきゃいけないんですが、そういうのは、ミューテックスと一括化適用で、行ってます。まあ、そうすることで、高いスループットといって、まあ、ある決まった時間内でたくさんの情報を処理することができるようになります。この話はちょっとモカとは直接関係ないんですけど、非同期のランタイムと、従来のロック、の相性の話です。まあ、ロックの実装には、この標準ライブラリにあるような伝統的な、フューチャーに対応してないロックと、TOKIO とかに入っているフューチャーに対応しているロック。まあ、後者はアウェイトが必要になるんで、見分けがつきやすいんですけど、その2種類がありますと。で、非同期ランタイムでも、まあ、どちらも使えるんですけど、ここに該当するようなときは、フューチャー対応ロックを使ってくださいという話で、ロックの取得に時間かかるような場合、それから、アウェイトのポイントにまたがってロックを保持するような場合、まあ、特にですね、この下の方はですね、最悪、非同期のエグゼキューターがデッドロックしてしまう可能性があるので、注意してください。最近のクリッピーだとこれ警告してくれると思うので、そういうのが出たら、このことだなと思い出してください。次は開発で遭遇した課題になります。一つ目はですね、AsyncFN の引数に値を、値じゃない、引数を値渡ししたとき、参照じゃなくて値渡ししたときの落とし穴の話。まあ、こんな、イシューが、報告されてですね、この getFut というフューチャー、をですね、これをモカの、AsyncFN に与えるとですね、そこから返されたフューチャーが元のサイズの7倍になっているという報告がありました。
で、まあ、二人で、コンパイラの中間出力とか見て、いろいろ確認したところ、コンパイラ側の最適化にちょっと問題があって、そちらのせいでですね、この値渡しされたデータ、まあ、このフューチャーをコンパイラが、ステートマシンというデータ構造に変換するんですけど、そのステートマシンの中にそのコピーが1個だけあればいいのに、なぜか2つとか3つとか、なぜかっていうか理由はあるんですけど、できてしまうことがあって、まあ、コンパイラ側の改善が必要で、結構根が深い問題のようで、すぐには直せないんですけど、ということで、まあ、とりあえずワークアラウンドとしてですね、値渡しをやめて、ボックスピンで、ボックスポインターで渡すようにしたところですね、改善されることが分かったので、まあ、この後、モカのコード、直で先行して、とりあえず解決してます。で、これ、まあ、詳しいところはですね、この報告してくれた人のブログのポストに、まあ、かなり詳しく書かれてるんで、もし興味があったら、そちらを見てもらえばいいかなと思います。あと、先週のユーロラストでコンパイラーの中身について彼が、プレゼンしてたので、まあ、これ多分もうすぐ YouTube とかに、上がると思うので、それの上がって、もし興味があったら見てみてください。もう一つはですね、非同期のキャンセルがちょっと扱うのはもう辛いよという話になります。ここにあるブログ記事は割と有名な記事で、まあ、その非同期のキャンセルに対してアプリの開発とかライブラリの開発ではどういうふうに対処するべきか、ということが書かれてます。で、キャンセルって何かっていうと、その普通Async FN の関数メソッドをコールしたら、その後、アウェイトしますよね。で、アウェイトしたら、こう、普通の感覚だとですね、なんか必ず最後に結果が返ってくることを期待するんですが、実はラストのフューチャーはそういう作りになってなくてですね、アウェイトの途中で、もう、呼ぶのというか、その、ポールっていうメソッドがあるんですけど、それを呼ぶのをやめてしまってですね、フューチャーごとドロップするという、ことが使用上可能になってて、それをキャンセルっていうふうに呼んでます。まあ、これ、便利な時もあって、例えば、その、ウェブアプリケーションフレームワークとかだと、なんだっけ、リクエストハンドラーが処理している最中に、クライアントとの TCP/IP 接続が切れた時に、そこでキャンセルさせることで、余計な処理をしなくて済むっていうのがあるんですが、一方で、アプリ側がそれを前提にしてないと、なんかデータが不整合な状態で、残ってしまうとか、起こるので、まあ、この、モカだけじゃなくて、そういうアプリを作るときも、ちょっと注意しておいた方がいいかなと思います。そのブログ記事だとですね、まあ、対策としては、ドロップトレートを使って、リソースの後片付けをしてくださいと。まあ、フューチャーキャンセルされて、その、アウェイトのとこは戻ってこなくなるんですけど、ドロップは必ず呼ばれるので、そこでやるのがいいでしょう、ということを書いています。まあ、あともう一つですね、その、後片付けが難しい場合、もう一度フューチャー開始したら本当に最後までキャンセルしないでやりたいっていうこともあると思うんですけど、そういう時はですね、スポーンしてあげれば、親のフューチャーからは独立したフューチャーになるので、キャンセルの影響を受けなくなります。で、モカもですね、まあ、後片付けとかで結構対処してるんですけど、それじゃ対処できないケースっていうのがあって、あるんですけど、ただ Mocha 自体はこうディペンデンシーにですね、Tokio とか Async STD とか、まあそういう特定の非同期ランタイムが入ってないので、スポーン自体ができない、スポーンのこう API がないので、どうしようかなと思っていたところですね、Future Util というクレートの方に、Shared っていう、こう Future をこう複数のオーナーにこう共有できるポインターがあったので、まあそれを使ってですね、こう、元のフューチャーがドロップされても、その、シェアード経由で、こう、他のところにそのフューチャーを持っとくということで、後で、リトライできるようにしています。こんな感じで、キャンセルカードという構造体を作って、98行目にフューチャー、シェアードフューチャーをセット。で、それがドロップされたときに、もし、そのフューチャーがセットされてたら、ままだったら、その、チャンネルの方に、センドして、後でリトライするようにして。使うのはこんな感じで、600人形で Notify Upstart すいません。なって、普通そこで、Await を呼ぶんですけど、そうじゃなくて Shared に変換してですね、616行目で、Cancel Guard の方にセットして、619行目で Await すると。
で、もしアウェイトの最中にキャンセルが起こるとですね、このキャンセルガードのドロップが呼ばれて、そのフューチャーが退避されるというふうになります。まあ、そうじゃなくて620秒まで、無事に行った場合には、キャンセルガードの内容をクリアすることでドロップされても、もう退避しなくていいんだよっていうのが、わかるようになります。で、これ意外に難しくてですね、後でリトライするときに、リトライ自体もキャンセルされちゃうことがあるので、またこの中でキャンセルガードをセットしたりとかして、で、まあ、後で気づいたんですけど、これ、場合によっては無限ループしちゃう可能性もあるので、ちょっとその対策は入れなきゃいけないなと思ってます。まあ、とにかく、非同期のキャンセルはちょっと大変だなと、つくづく感じています。はい。今後の展望、最後のスライドなんですが、僕は2年間かけて、開発してきたんですが、まだまだできてないことがいろいろあります。スナップショットから復元するとかですね、要望があったり。あと、下から2番目、WASM サポート。まあ、今は、モカのキャッシュ、WASM ターゲットだと、コンパイルできないのもあるんですけど、コンパイルできたとしても、こう、いろいろこのマルチスレッド対応の、いろんなデータ構造も入ってて、そういうのは、こう、WASM 環境では全く役に立たない、シングルスレッド環境なんで、そういうのは余計な機能なんで、そういうのを、まあ、取り除くとか、なんとかしなきゃ。まあ、時々、こう、ユーザーから要望が来るんで、まあ、断ってるというか、ちょっと向かないよ、みたいな話してるんですけど、なんか対応した方がいいかな、というのは、まあ、常々思ってます。はい。発表は以上になります。まあ、もし興味を持ってもらえたなら、モカを使ってみてください。GitHub のこのモカ RS、モカのところにあります。まあ、後日日本語でというか質問が出てきたときは、Last.jp コミュニティ、Zlip チャットというのがあるので、こちらの URL とかで聞いてもらってもいいです。はい。以上ですね。本日はご清聴いただきまして、ありがとうございました。こんにちは。聞こえますかね。はい、聞こえます。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい、では、一番最初、ロックフリック命令を使われているのかなと思ったのですが、その辺はラストではなくて、インラインアセンブラーで CPU アーキテクチャごとに対応する感じなのでしょうかという質問になります。ああ、なるほど。アトミック命令使ってるんですけど、そこはですね、ラストのコンパイラーの中にある、まあ、LLVM、そちらの方が、そういう、中小、アトミック命令を、CPU のアトミック命令を抽象化した、命令を用意しているので、まあ、ラストコンパイラーの、インストリンシックっていう形でやってると思うんですけど、モカからですね、それをじゃあ、直接使うっていう必要はなくて、標準ライブラリの方で、それをさらに、抽象化した、まあ、アトミックなんちゃらとかいう、型があるので、まあ、そういうのを通してやってます。まあ、あと、直接標準ライブラリじゃなくてですね、クロスビームの、まあ、クレートの方が提供してる、型とかも使ったりしてます。はい、ありがとうございます。では、あと2つだけ。もう1つ目が、フロントエンドや HTTP、キャッシングだと、ステールワイルリバリデートといった、一旦古いデータを返して、後でキャッシュを更新するという仕組みがあるのですが、Mocha にはそういう機能はあるのでしょうか。また、インメモリーキャッシュ系のツールで、あ、まだ、まあ、インメモリーキャッシュ系のツールで見たことがないですとの質問です。なるほど。モーカーには直接それをするような機能はないですね。その期限記念になれば、インバリデートっていうか、エビク、その、キャッシュから削除するし、まあ、削除したときにですね、通知を飛ばすような機能があるんですけど、とりあえず古いのを返して取りに行くというのはないので、まあ、アプリ側の方で、その、インメモリキャッシュを使うアプリ側の方で多分ロジックを組んで、やるような感じになるのかなと思います。その、キャッシュがステールするんじゃなくて、アプリ側で、その、キャッシュにいるデータに、有効期限みたいなものもデータとして入れておいて、それをチェックする感じかな。
まあちょっとそうですね。まあちょっと考えてみるけど、ちょっとすぐに思いつかない感じは今はできないというのが回答かな。はい。はい、ありがとうございます。では最後の質問です。キャッシュサーバーだと、ライトよりリードが多くなると思うのですが、リードライトロックではなく、ミューテックスを使用している理由が知りたいですとの質問です。あ、なるほど。キャッシュ、確かにリードが多いのが、まあ、リードが多くないとあんまりキャッシュする意味がないんで、リードが多いのが普通なんですけど、その LFU とか LRU とかの構造、そのデータ構造が内部にあってですね、それはですね、実はゲットされたとき、キャッシュからゲットされたリードのときにですね、更新しないといけないんですね。なので、基本的にキャッシュって、まあ、ほとんどの操作は、内部的にはライト。で、そうするとですね、リーダーライターロックって使う意味ってあんまりなくなってしまって、まあ、シンプルに、エクスクルーシブな、このミューテックスで、まあ、十分っていうところがあって、そっちを使ってます。まあ、ちょっとどこだったか忘れたけど、ものによっては、実は中にいろんなデータ構造を使ってて、ものによれば、よっては RW ロック使ってるところとかもあります。はい。まあそういう答えとしては、そのキャッシュは実はリードでも中身はライトだよっていうのが答えになります。はい。ありがとうございます。質問以上としたいと思います。あ、今一度大きな拍手お願いします。どうもありがとうございました。